秘密のにょこちゃん。甘いものが好きで、恋バナが好きで、おしゃれが好きで、泣いたり怒ったり、時々エッチという不思議な、違う、不思議秘密生物、にょこちゃん。ここでは、僕、前野智明が普段から思っている、にょこちゃんへの様々な質問&疑問をぶつけ、にょこちゃんの秘密をどんどん暴いていこうと思います。今二号堂の皆さんが、はい、にょこちゃんについて、にょこちゃん、にょこちゃん、全くついてきてない状態ですね。にょこちゃんじゃな、女の子、女子ちゃんと書いてにょこちゃん。ちゃんまあ女の子の。あ、そうそうそう。今もう正解ありますね。ありましたね、今正解。やりますね、にょこちゃん。女の子よ。そう、はい、女の子とかにょこちゃんでございます。あー、なる。また消えてますね。わ、いいですね。はい。で、今回は、どんなにょこちゃんへの質問があるのかと。実はですね、これ僕ずっと前から思ってたんですけど、おなぜパンツは見られたくないのに、はいはいはい、にょこちゃんはミニスカートを履くのか。前野くん、はい、僕も同じことを思っているよ。ほらよくいらっしゃるじゃないですか、階段とか登ってるとスカートを抑えながら登っていくみたいな、だ見られたくないんだったらそんなそもそも履かなきゃいいのに。そう思うんですよ。なんでなんでしょうかね。でね、大抵の場合、可愛いからおしゃれだから、ファッションやからって言うんです、そうですね。もうすでに書いてありますね。すでに答え書いてあります。ほら。でも、パンツ、見られたくないって言うんでしょ。なんでなんでしょうね。世の中にはさ、見られたくないパンツがいっぱいあるわけでしょ。見られていいパンツもあるわけでしょ。あるわけですよ。はい。スパッツがあるっていうんでしょ。そうですよ。はい。でも、見られたらあかんとき隠すじゃないですか。隠しますね。駅とか。隠しますね。で、はっきり言いますけど、はい、僕らだってそんなね、はい、パンツ見えたらいいなと思ってる部分はもちろんありますよ。ありますよ。だけど、能動的にパンツを見には行かないわけですよ。行く？能動的には行かないですよ。行かないでしょ。いや、偶然見えたらいいなっていうのはありますけど。でしょ？はい。それはまあ、ラッキーやなーみたいなとこありますよ。ありますけど、はい。そやけどさ、はい、ということで、パンツが目の前にあるわけでございます。はい、さあ、見ていきましょうか、みたいなことにはならない。ならない。まずならない。ならないですよ。ならないです。ならないもんですから。今はならないですね。だからこそ隠すでしょ？隠しますね。もう俺見えへんのになんで隠されてるの？なんか嫌ですよね、なんか。疑われてるみたいな。そうなんですよ。悔しいんですよ。悔しいですよね。どうしたらいいのかな？ジェラリズムがいいんじゃないっていう意見も書いてありましたよ。ジェラリズムか。いや、チラリズムだったら、だから見せりゃいいじゃないですか。そうですよね。ちょっと見えるぐらいの、何ですか？スカートっていうんですか？スカート履けばいいのに。お履きになられたらよいのか。じゃあ、それは隠さない。ん？なんで？あとね。はい。ちょっと派生した話していい？どうぞどうぞ。下着は隠すでしょ？隠します。でも夏なんか海行ったらみんな水着、すごい大胆じゃない？そうですね。何がちゃうの？僕もその水着と下着の境界線っていうラインは、ちょっとずっと疑問だったところではあるんで。そうでしょ？はい。だから、僕は思うんですよ。はい。水着を着てミニスカート履いたらええんちゃうかなと。あー、なるほど。布が違う。それは思う。布が違う。そらそら。暑さ、薄さって書いてあるんですけどね。どうなんだ？見せるものだから。だから、まあ、そうなのよ。そうだから見せるおパンツが。見せるパンツを履いた上でのミニスカートだったら、たら僕も全然構いません。でしょ、はい、だからそうなったらもう隠さないでいいよ。隠さないでいいよ。堂々と見せていただければ。さあ、ということで、おパンティーでございますけどね、はい、っていう感じにして、おパンティーではございませんよ。これはお水着でございますみたいな雰囲気になっていただければ世の中が。そうですよ、ね。僕らもその、行き場もない、この、そうです。もちろんリビドーもね、どっかに消えていくわけですよ。そうです。これでも偽パンでいいじゃん。まあ、僕らの意見はこんなとこですよね。そうですね。あとはにょこちゃんたちの回答で意見を聞きたいですね。だからもう一度前野くん聞いて、今のパンツ、なぜパンツを見られたくないのにミニスカートを履くんだ、これについて皆さんお答えください。父さんは許さないぞ。お前父さんだったんだ。いや違いますけど。お前父さん。じゃ勢いで。父さん。勢いですよ。ほらもうなんだ。やめてくださいよ。もう父さんの話になっちゃっただろ、お前のせいで。すずさんが、今すずさんが来たんだよ。お前が父さん。すずらさんが振るからですよ。誰も質問に答えてないんですよ。質問に答えなさい。父さんじゃないんですよ。父さんじゃない。なん父さんちゃう。わかめちゃんね。なるほどね。バチコイ父さんとかやめろ。マナーってどういうこと？なんだマナーって。あ、隠すのがね。隠すのはマナーか。難しいな。ズボンが鬱陶しいから。そういうことなんや。鬱陶しいんだ。スカートの方が楽なの。楽なんですかね。あ、それ聞きたいね。スカートの方が楽なんですか。どうなの。僕でも前に、まあシャレでスカート履いたことありましたけど。楽なんだ。なんで楽なんだろう。じゃあだからスカート履くんだ。スースーしてなんか。え、なんで楽なのみんな。じゃあ教えて。なんで楽なの。楽太郎ちゃうで。楽太郎。楽太郎ちゃうよ。ちゃうよ。ちゃう番組。名前ついだしな。動きやすい。足がトイレ。開放感。あ、トイレが楽なんだ。
はい、うわー、それは思いつかなかったな。そうか、俺ら好かだことないからあんまないですもんね。そういうことなの。そういうことなんだ。あ、じゃあ、うん、まあいいかな。だからつまりだ、はい、わかったよ。俺はこれでね、はい、今日はもうついに得たよ。何をですか。今まで、私たちが、ずっと、なぜパンツが見えそうなのにミニスカートを履くのか問題について、女子は、大抵、可愛いから、可愛いから、おしゃれだからって言ってた。今ので、見事に僕たちは導き出すことができましたよ。はい、つまりは、スカートは実用性が高い。高い。だから履いている。履いている。でも、その中で可愛いからミニスカートを履くわけです。履くわけですね。つまり、だから実用性なんですよ。実用性。女性は。金揃えて。あ、すごい、ほら、さあ、正解。正解言ってる。すごい。俺、すげえ。すげえ。俺、すごくない？別なコーナーになってる。別なコーナーになってる。俺、やったった。俺、これ、すごくね。すごい。あー、なるほど。やった、俺。実用性が高い。そうだよ。高いから。俺の導き出したのにいい？いいです、全然いいです。ほな、じゃあ、なるほど。これ、今回の、はい、うん。来ました、来ました。うん、にょこちゃんが来ました。イエイやったー。今回の僕、前野智明の質問、パンツは見られたくないのになぜミニスカートを履くのか父さんは許さないぞの質問のお答えは実用性が高い、トイレが楽だからというお答えでした。いやー、これは勉強になりました。僕、いや、これは俺ね、長年の問題だったけどね。これちょっと僕一皮向けました ね。父さんありがとう。父さんよかった。父さん、この問題を僕たちに投げかけてくれてありがとう。はい、よかった、これ、うん、これ、昨日すげえ考えたんですよ、他。あ、ほんと。こんなんでいいのかなとか思いながら。いや、俺はね、長年にわたるこの、これはいいな。実用性だったとはね。解けた。だから、おしゃれでありながら実用性って、非常に乙女心をついた質問だったわけですよ。まさかトイレが楽だからっていう答えは思いつかなかったですね、僕たちは。これはね、新しいあれですよ、コミュニケーションですよ。やりとりですね、ユーザーさんとの。顔が見えないからみんなこんなすごい、ね。もちろんそうです。トイレトイレトイレって書いてくれるんです。これはニコ動さんじゃなくてなかなかできないコミュニケーションツール。そうですね、年頃の女の子はトイレトイレトイレ。新しいなぁ。ああ、面白い。いや、勉強になりました。はい、ありました。ということでですね、こんな風にこの秘密のニョコちゃんのコーナーではどんどん疑問、質問をぶつけていきます。ニョコユーザーの皆さんですね、どんな質問をされてもすぐ答えられるように、普段から、ニョコ力を鍛えておいてください。そして、男子ユーザーの皆さんは、不思議秘密生物、ニョコちゃんへの質問&疑問をメールしてきてください。以上、秘密のニョコちゃんのコーナーです。